運の銃座見えざる敵上海スマロの夜霧は来い黄色い街灯の下をゴソゴソ這うように歩いている二人連れの人影があったうん頭この家ですぜ。 ちょうど7つ目の地下層にありますと斜めに深いほうきずのあるがっちりした男が狩猟の袖を引っ張った「よしじゃあ入れ抜かるなよワーニャ」と「狩猟」と呼ばれた目玉が魚のように大きい男は海中からマスクを出して目にかけた。 合図の数だけ入り口をたたくと重い木製のドアが静かに内に開いた前室を通って次の部屋に飛び込むとここはガランとした広間だガランとしたこの部屋には中央に大きな古いテーブルが1台その他には隅に背の高いついたてが1つあるばかり おーと声があってそのついたての後ろから現れた異様な人物長い中国服を着その上に白い実験衣をふわりと着ている猫背の男だった頭髪もひげも伸びっぱなしで顔の中から出ているのは色の悪いソーセージのような大きな鼻だけだった 両岸の在りかは煙色のレンズの入ったメガネに遮られてよくは見えない服装や体つきから見ると中国人らしいところもあるが大きな鼻や深いひげから見ると西洋人のようでもある「やあヤン博士」とワニャは相手をヤン博士と呼び こっちが狩猟ウルスキー氏だヤン博士はよろめくようにしてテーブルの縁をつかんでぐっと顔を前に突き出したおお貴様ださあ盗んだものを早く返せヤン博士はひげをブルブル震わせて叫んだうんこれだろう ウルスキーは上着の下からピカピカ光る人の顔ほどある黄金の缶を出して博士の方に見せた「ああ、それだ!と」と博士がカエルのように飛びついてゆくのをワーニャが横合いから飛んできて博士の体を突き飛ばした博士はドンと尻もちをついて引きガエルのようにふくれた。 ど,どっこいそうはゆかないよ。見かけに似合わず太い先生だ。これが欲しければ、約束どおりあれを実験してみせろ。よく話をしてあったはずじゃないか。博士はひざがしらに手を置いて、よろよろと立ち上がったが。じゃあ、実験をしてみせりゃ、必ず返すと言うんだな。そうだ。 待たせないで早くやらないでやくらいか博士はしぶしぶと承知の色を示した彼は腰を折り曲げてテーブルの下を覗き込むとノロノロした立ち居振る舞いとはまるで違った敏少な手つきで人抱えもあろうという大きなガラス瓶を取り出してテーブルの上に置いたその瓶は、 横に大きな口がついていてへん平なすり合わせのふたがついていたさあこっちへ寄ってよく見るがいい博士は手招きした狩猟ウルスキーは「それ」とワーニャに目くばせをして「今のうちに奥まった隅にあるついたての影を見ておけ」と合図をしたワーニャは ヤン博士がテーブルの上のガラス瓶に気を取られている間についたての後ろを素早く覗いてみたがそこには仕切られた土間と壁があるばかりで外に何者も見えなかったウルスキーはワーニャの答えに安心の色を見せた「甲斐博士楊宇の魔術にはこれまでに幾度も苦い目に遭っていたから」。 さあこのなかをみるがいいおまえたちにはなにがみえるかなふたりのほうもんきゃくははかせのさすガラスびんのなかをのぞきこんだがなかはまさしくからっぽでなにもみえなかったなにもないじゃないかそうだそれでいい。 は,かせはひげにおおわれたおおきなくちをひんまげてうすわらいをし「ではまっておれこうするとなにかみえるかな?」とはかせはびんのどうなかについているふたをひらいてふところからだしたちいさなかみぶくろから2匹きのはえをポンポンとびんのなかにおいやりそしてふたをしめた。 2匹のハエはブンブンうなりながら瓶の中を勢いよく飛び回っていたなんだハエを入れたのじゃないかそれが見えなくてどうするウルスキーはバカにされたとでも思ったのか腹立たしそうに叫んだハエが2匹確かに見えるというのだな。 それでよしよし。ヤン博士は軽くうなずき。では、しばらくこの瓶の中のハエをよく見ておれ。よく見ておれば、今に何か異変を発見するじゃろう。その時はわしに言ってくれ。何か異変をだってうん。<laughs> ごまかされるものか2人は顔をガラス瓶のそばに寄せ目玉をぐるぐるさせて瓶の中を飛び回るハエの行方を追いかけていたそのうちに2人は「おや?」と叫んだ続いて間もなく「おやおやこれは変だ!」 驚きのこをあげた。何か起こったかなかかっうハ、ん、エが2匹ともどこかへ行ってしまったハエのすがたが見えなくなったというわけだなどこへも行けやせんじゃないか密閉したびんの中だどこへ行けよだい びんにみみをあててよくきいてみるがいいハエはたしかにびんのなかをとんでいるのだはねのおとがきこえるにちがいないふたりははんしんはんぎでおおきなガラスびんにみみをつけてみたなるほどたしかにはねがブーンブーンうなっている。 それにもかかわらずハエの姿が見えないこれは変だウルスキーとワーニャは互いに顔を見合わせてけげんな面持ちだったしばらくして二人は言い合わせたようにほっとといをついたさあこれでわしの昇進法の実験は終わったのだ どおりその金管を返してもらおうとヤン博士はウルスキーの手から金管をふんだくったウルスキーはぼうぜんとしているこれだこれだこの金管だああよくもわが手に返ってきたものだわが命よりも尊い この世界の宝物どれよく中を改めてみよう黄金の缶がその宝物かと思ったが博士はその缶の一部をしきりにねじったすると缶が縦に2つにパクリと割れた博士はそっと片側の金管を取りのけた中は空洞であった つまりこの金管は黄金の管を丸く曲げて輪にしてあるものだったいやいやないぞないぞ大切な宝物がないおいどうしたのだ世界一の宝物を早く返せウルスキーは気がついて何をやかましいことを言うんだ 黄金の缶はちゃんとおまえの手にかえっているじゃないか金缶が宝物だとは言っていないじゃないかこの缶の中に入れてあったものを返せ何も入っていなかったじゃないかうそをつけたしかにはいっていた何を言うんだ それじゃあ一体何が入っていたと言うんだ。毛だ。毛が一本入っていた。毛だって。ははは。そうだ。縮れた毛が一本入っていたな。その毛がなんだ。毛なんてものははくほどあるじゃないか。 その毛を返せあれは世界の宝物なのだ。十万メートルの航空で採取した珍しい毛なんだ。それを材料にして調べると、他の有性の生物のことがよくわかるはずなんだ。世界にただ一本の毛なんだ。これ、 冗談は後にして、その毛を返せこの昇進法の実験装置と取り替えならね。んそんなことは嫌だ。と、ヤン博士は首を振った。えい、めんどくさい。話はこれだ。と、狩猟ウルスキーは、 懐中からピストルを出して、博士の胸元に突きつけ、せっかく返してやろうというのに、いらなきゃ黄金の缶もこっちへもらっておく。おいワニャ、お前はその正真法のガラス瓶をもらって行け。へへ、この気味悪いガラス瓶をですかい。その時、テーブルの下から、もう,もうと煙が噴き出した。 の早く引き上げないとまたこの前のようにひどい目に遭う気をつけろ狩猟の怒鳴っているうちに隙があったものか博士はひらりと身を翻してついたての後ろに逃げ込んだどこへ逃げるこいつ待てとウルスキーは博士をついたての後ろに追い込んだ だが彼はついたての後ろに何もない空間を発見したにすぎなかったそこへ逃げ込んだに違いない博士の姿がまるで煙のように消えてしまったのであるワーニャガラス瓶を持ってすぐ逃げろぐずぐずしていると命が危ないワーニャは決心してガラス瓶を抱え上げた。 瓶は割合に重かった2人は出口の方へ向かって走り出した途端にガチャンと大きな音がした「しまった!」とワーニャが叫んだがもう遅かった彼の抱えていたガラス瓶は床の上に落ちて粉々になった2人はわっと言って外に飛び出した どっちへ行ってよいかもわからぬスマロの濃い霧の中を2人は前になり後ろになり必死に駆け出したそれでもとにかく博士の追跡を逃れてカシラ・頭ウルスキーとワーニャは1時間余り後にフッ素海にそびえ立つ大東信邦ビルの裏口の秘密ドアの前にたどり着いた圧巻・ウルスキーなる人物は マスクを取ると今上海国際社交界の大建物として知らぬ人なき大東新奉社長ジョン・ウルランドその人にほかならなかったウルランド氏は金言卑しくもせぬ模範的紳士として社交界の物言う花から狙い撃ちの的となっていた人物だった秘密ボタンを押すとドアが開いた 2人はビルの中へ転げ込むように入っていった奥まった密室の安楽椅子の上に体を投げ出すと2人は顔を見合わせた「おいワーニャ何だってあれほど大切な瓶を床の上に落としたんだ大きな苦心を積んでやっと手に入れたと思ったのにてめえの腕も鈍ったなあ」 にぶったと言われちゃ足も腹が立ちますなにあの瓶には長紐ひもがついていてその元をテーブルにくくりつけてあったんです。そのひもってやつがやっぱり目に見えないやつだったんで俺だって化け物じゃないから見えやしません。腕からスポンと抜けて足の下でガチャンと行ったときにははあ目に見えないひもがついていたんだなと気がついたってわけです。 負け者でもなけりゃ初めから気づくはずがないワーニャ愚痴を言うのはよせ今さらグズグズ言ったって元に帰れやしないウルスキーは腹立たしそうに太い葉巻をガリガリと噛んだねえかしらとワーニャは機嫌を取るように言ったヤン博士のやつは ひどくしょげてたじゃないですかたかがたった一本の毛のことでねバカらしいっちゃないやうん学者なんてものはおかしなものさだがと彼は沖縄ってあれが本当に10万メートルの上空で採取したもので火星の生物の毛ででもあったら こいつは素晴らしい新聞の特種だ。よーし。こいつは儲け仕事だ。おい、ワニャ。お前すぐ編集次長のカメネフを電話で呼び出せ。でも、首領。と、ワニャは急に不安な顔をして。そいつは大きに考え物です。 あの宝物の毛をなくしたことについて博士は千万ドルの紙幣を焼かれたようにブルブル震えて怒っていましたぜあいつはきっと復讐せずにいないでしょうああそれなのにあの火星獣の毛のことをうちの新聞にすっぱ抜くなんてキャッツのふん害の火に油を注ぐようなものですよそしてもしか社長がギャングの大将だとかぎつけられてごらんなさい その時は新聞の読者は半分以下に減りますよ。これは考え直したがいい。何を臆病なことを言い出すんだ。こんな素晴らしいチャンスを逃すなんてことができると思うかい引っ込んでいろ。だって狩猟、あのヤン博士と来た日には、うるさい黙ってろウルスキーは、 肘掛け椅子からバネ人形のように飛び上がって吸いかけの葉巻を力いっぱい床に叩きつけたその夜は無事に過ぎたその次のお昼休みにレイキスホテルに出かけたウルスキーならぬ大東新報社長ウルランド氏は午後2時になっても社へ戻ってこなかった10分過ぎに 例の火星獣の毛を原稿に抱えて持っていた次長がついに待ちかねてホテルに電話をかけたすると意外なる話にぶつかったウルランド氏の姿が貸し切りの休憩室に見えなくなっているんです部屋には内側からちゃんと鍵がかかっているのにどうされたんでしょうか これから刑務部へ電話をして警官に来てもらおうと思っていたところです何でもいいから早く社長を探してくれ急ぎの原稿があるんだ社長に早く見せないと俺はクビになるんだそう言った次長も上着をつかむが早いかすぐにエレベーターの方に走っていた社長を至急探し出さねばならない 部局の警官隊がロッチ部長に引率されてレイキスホテルに乗り込んできた休憩室のドアは華やかに外から打ち壊された一行は誰もいない室内に入った時なんだか低いうなり声を聞いたように思ったが室内を探してみると猫一匹いなかった全くの。 空き室だったいいかねウルランド氏は室内に入ると内側から鍵をかけて上着をこの椅子の上にかけ靴を脱ぎそろえてこっちのベッドに長々と寝たそれだけは推理で分かっとる。とロッジ部長は得意そうにあたりを見回したが。 事実ウルランド氏の靴も上着もそこには見えなかったのである社長は服装ごとどこかに姿を消してしまったのであるウルランド氏の失踪事件はたちまち上海全市に知れ渡った大東新法社長白昼レイキスホテルの密室内に行方不明となるウルランド氏の失踪 ギャング団ウルスキー一味の仕業とみて目下手配中などと新聞やラジオでは刻々にその創作模様を報道して町の人気を煽り立てた騒ぎはますます大きくなってゆく公部局の活動秘密警察の協力素人探偵の共演ものすごい ウルランド氏捜索の手が尽くされたがウルランド氏の消息はさらに分からなかった「今日こそは明日こそはと」と市民たちもウルランド氏の発見を期待していたが全てはむなしく外れてしまいやがて2週間の日が流れたウルランド氏の生命は誰の目にもまず絶望と見られた。 とここころがここに1人ウルランド氏の生命の安全なることを知っている人物があったそれは当のウルランド氏その人にほかならなかった彼はもうかれこれ10日余りも町の惣状を見て暮らしているのだった彼はショーウィンドウらしき大きなガラスを通して 一部四十を眺めて暮らしているのだった彼の前には紛れもなく賑やかな上海南京路の雑踏が展開しているのだったそれも暁の南京路の光景から明ける日を受けた半華な時間の光景からやがて日は西に傾き夜の帳が降りていよいよ夜の全世界と化した光景 さては夜も更けて水管と彼の手下どもが徘徊する深夜の光景に至るまで大小漏れなく南京路の街灯を見尽くし見飽きているのだったどうしたことからこうなったのか彼には始まりがよく分からなかったともかくも捕虜になったなと気がついた時は 今から十日ほど前のことだ。彼はこのショーウィンドウの中に長々と伸びていたのだそれからこの細長いショーウィンドウの中の生活が始まった彼は一歩もその中から出されなかったのだ彼の目の前を過ぎてゆく人に向かって SOS を叫んだガラスをどんどん叩いて 通行の人の注意を喚起した。しかし、誰一人彼の方を見るものがなかった。変だな。なぜこっちを見てくれないんだろう。彼は了解に苦しんだ。彼の鼻の先に男や女が通るのである。それにもかかわらず、誰もこっちを向いてくれない。 こんな情けない話はなかった。ある時は市民の一人がショーウィンドウに背を持たせかけ、大東新報を読み出した。彼は自分の失踪事件がデカデカと出てるのを知った。おいウルランドはここにいるんだと、その男の背中と思うあたりのガラスを割れんばかりに叩いたが彼は 背中にのみがゴソゴソ動いたほども感じないでやがて向こうへ行ってしまった3日目に手下のワーニャが子分を連れてゾロゾロと通っていった彼は必死になって手を振り足を動かしゴリラのようにわめいたがそれもやっぱり無駄に終わった雑盗の中の無人島に彼は取り残されているのだ 普通の無人島ならば救いの船が通りかかることもあるだがこの細長いちまたの無人島は完全に人間界を絶縁されてあったサンドサンドの食事だけは妙な穴からちゃんと差し入れられたそれは子供が食べるほどの少量だったので彼はいつもガツが作った 排泄作用が起こった時にはそこに差し入れてある便器に果たした初めは雑踏する大通りを前にしてとてもそんな恥ずかしいことはできなかったがどうやらこっちから往来が見えても外からはこっちが見えないと分かってからは少し気が楽になったそのうち彼は往来を檻の中の猿のようにじろじろ眺めながら用を足すまでになった 通行人の新聞面を見ているといよいよ彼ウロランド氏の生命は絶望となったと出ていた彼はもうすっかり弱りきって腹を立てる元気もなかった11日目に初めて彼の後ろの壁から人の声が聞こえてきた「アッカンウルスキーよ!」。 そのガラス箱の居心地はどうじゃねえおっと、ウルランド氏は顔色を変えた。それはまさに、例のヤン博士のしわがれ声に相違なかったのである。はっはっは今ぞ知ったか、昇進法の威力を。なに 汝の手に触れる板ガラスと往来から見える板ガラスとの間には50センチの間隙がある。その間隙にわしの発明になる電気解説鏡を使った昇進装置が回っているのだ。汝の方から見れば外は見えるが外から見ると何も見えないのだ。 どうだわかったかウルランド氏は、蒼白になって戦慄した。おいひどいことをするな早くここから出してくれ貴様の言うことは何でも聞くから、ここからすぐ出してくれヤン博士は、薄笑いをして、 まあ当分そこに登竜するがいいだが町もいいかげん見飽きたろうから決してやろうそういった声のもとに今まで見えていた往来がまるで日暮れのように暗くなりやがて真っ暗なあやめもわからぬ闇と変わり果てたそのかわり 電灯が一つポツンとつついた。それと入れ替わってはんかな南京路の往来ではにわかに騒ぎが始まったショーウィンドウの中で半裸体になった紳士がいかがわしい動作を通行人に見せているというので大変な人だかりだったそのうちに「なんだあれは?」 行方不明のウルランド氏ではないかと言い出したものがありそれは一大事だと騒ぎはますます大きくなっていったこれはヤン博士が昇進装置の解説鏡を反対に回したために今まで見えていたショーウィンドウ外の光景が見えなくなりその代わり今まで外から見えなかったショーウィンドウの内部が あからさまに見えるようになったのだったそういうこととは知らずショーウィンドウの中のウルランド氏は悠々と口臭の面前で用を足している市民は驚きかつあきれやがてはとめどなく笑いだしたなんという無知であろうか警官隊が駆けつけたが そのウルランド氏の堅固なガラス箱の中から救い出すには丸1日かかった2枚の板ガラスの間に仕掛けられていたヤン博士の昇進装置はその救助作業のうちに壊されてしまった救い出されたウルランド氏は転んでもただでは起きない覚悟で遭難機を自分の大東新報に掲げたがそれは市民たちの部別を買っただけであった 社交界にウルランド氏が現れた時はさすがの貴婦人たちも一斉に背中を向けた誰も彼もニュース映画によってウルランド氏の生理現象をつまびらかに見ていたのでそういう人物と握手しようとは誰一人として思わなかったのであるここにおいてヤン博士の復讐はようやくなったようであるが その後、この広い上海の中に博士の姿を見た者はただの一人もなかった。